こんにちは、タイです。キングフィールズゴルフクラブに来ました。今日はスポーツ選手ナンバーワンゴルファー決定戦に参加させていただきます。ゴルフ好きスポーツ選手が集まり、誰が一番かを競うという競技です。スポーツ選手の部門、一般ゴルファーの部門、チーム戦の3部門で順位を競います。有名なスポーツ選手がたくさん笑顔でいきましょう。はい、私もありがとうございます。練習場に来ました。時間がまだあるので練習します。なんか広いし、めっちゃ遠くまでいるから飛ばし屋の人でも全然落下地点まで見えそうなぐらい広くていいですね。マットも綺麗だし。スイングチェックです。動画撮ってもらってラウンド前は必ずやります。今日はなんかスイングは悪くないんですけど、なんかあんまり触れてないかなと思った感じです。本当だったら回せるんですよ。今日は不調です。あ、回んない。本当？待って待って。しちゃった。今日はスタッフとして来ているさくらちゃんにお会いしました。さくらちゃんですよね。さくらの方ですよ。ももじゃないですよ、ね、今日何するんですか？今日ドラコン係やります。あ、僕と一緒じゃん。6番何番？13の方。あ、13。僕6番。頑張ります。ちょっともやもやですけどね。優勝候補は？めっちゃ飛ばし屋さん。飛ばし屋さん？飛ばし屋ではないんですけど。薄黒を取りに来た人。頑張ってください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そうですね。ここは一人でドラゴンボールに行ってドラゴンを取ってきます。朝まで雨が降ってたんで、めっちゃ重いですけど、柔らかいし。トップス初めてなんで、なんか池ありそうな雰囲気ですよね。滝がある。滝があると池があるかもしれない。今回の3箇所ですね。メートルカップのネームタグをつけていただきました。ラウンドするんですか？今日ラウンドです。あ、一緒にラウンドするんだ。はい、そうなんだ。どうも、スタートコールの市原です。はい、今日一緒に回るお二人です。はい、あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。二人はダブルスで、そう、一緒だった。
先週決勝で、はい、で、あの運よく、うん、今日残りました。運だけ、運だけの、運だけの。今日お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初のティーオフは池田慎太郎選手。よろしくお願いします。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 おー、めっちゃ良くなかったっすか？めっちゃ良くなかったっすか？めっちゃ良かったっすか？めっちゃ良かったっすか？めっちゃ良かったっすか？お願いします。お願いします。お願いします。続いてのティーオフは最高タイ様。緊張した。これで撮ってんですね、いつも。綺麗に撮れるもんだね。あ、見てくださってるんですか？見てますよ、見てますよ。ありがとうございます。見てきます。じゃあ本大会アドバイザーで、はい、バドミントン選手の池田慎太郎さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。池田さんのご紹介をさせていただきます。覚えてないの？間違えたら困るからね。はい、2007年世界選手権で日本人男子初となる銅メダルを獲得して、はい、2009年日本人初のプロのバドミントン選手となり、北京オリンピック、ロンドンオリンピックに出場されました。はい、で、引退後、現在は大資系企業でビジネスマンとして活動して、おー、そこまでしてんすね。現在は2020年東京オリンピック・パラリンピック大会アスリート委員会の委員も務めていらっしゃいます。はい、素晴らしいです。はい、で、ご趣味がゴルフということで。そうですね、ゴルフ、はい、昨日もゴルフされてた。そうなんですよ、ヨネックスカントリーで、はい、あのやってたんですけど、はい、面白かったですよ、でも結構ゴルフは行かれるんですか？ゴルフは行ける時間があれば、うん、あのなるべく時間には入れるようにはしてるけど、やっぱり仕事で行けない時の方が多いので、そうですね、うん、そうそうそう、なので、はい、行ける時がね、こうまとまってできれば、まあ、海外も仕事行ったりするので、はい、そういう時は全くできないし、はい、そうなんですよ。バリバリビジネスマンですね。いえいえいえ、もうとんでもございません。もう1、2、このね、木がね、結構ね、そうです、結構左打って良かったんですよ。そうだね、うん、もっI'm
年ちょいですかね。あ、そんなに長くはない。はい、長くはないと思います。きっかけはこの主催してる会社の関係で、ベトナムに行った時にゴルフをしたのが初めですかね。はい。まあそうですよね、引退してから体を動かすことがなかったから、はい、まあ結構ね、長く歩いたりするので、うん、意外と使うじゃないですか、はい、はい、ありがとうございます。ナイスです。グリック多いです。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月4日文化の日の振り替え休日は静岡県葛城ゴルフクラブ、これは名門コースですね。あと11月25日ですねは兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますのでぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します。おお、来てください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。